毎朝6時チャンネルむっちゃ今日使える日本の歴史毎朝皆さんとお会いできることを楽しみにしております。よろしく。こんにちは。第73世竹内のつくね、竹内睦弘です。今日は8月7日です。十返舎一九が死んだ日です。ちなみに今日むちゃくちゃ暑いです。少し扇子を開いてもいいでしょうか。鳥獣戯画鳥羽僧正ですね。ちょっと仰ぎながら喋り始めていただきます。十返舎一九っていうのは、まず名前がむちゃくちゃなんですよ。十回帰って一回振り返るって意味なんですよ。そういうペンネームなんです。そして、書いたのが、東中海道、膝くりげ。東中海道、膝くりげです。ヤジキタ道中です。ヤジさんとキタさんの道中です。なんかわかんないんですけど、うちの母がこの本を僕に読めって言ったんですが、どこが面白いのかわかんないんですが、確かに、ヤジキタ道中ってのはむちゃくちゃな道中でした。僕が覚えてるのは、五右衛門風呂は、蓋をそのまま落として入らないと火傷するんですよ。で、二人は火傷しました。まあ、もし二人に水虫があったらなったでしょうね。僕も水虫治ったのは、暑いところに足の裏をつけたから水虫は治りました。意外とこう、そういうこともあるんですよね。一応僕これ、カツラじゃないです。この間、アデランスの方とお会いしたんですが、僕まだカツラじゃないんですけど、僕は付け毛の方がいいと思ってるんですよ。やっぱり草刈り正雄になりたいと。俺は、草刈りだぐらいって言いたいと思うんですよ。やっぱりこう、もしカツラつけるんだったら、バッハとか、ベートーベンとか、そんな髪型がカツラならいいと思います。ただ、白髪にもしなるんだったら、やっぱりこう、なんでしょう。銀髪にしてね。銀髪にして。まあ、ちょっとこう、おしゃれな感じにしたいと思ってますが、まだ黒髪なんで、うち家系的になんかね、みんな黒髪なんです。で、ハゲないんですよ。でもね、ハゲかハゲじゃないかっていう寸前に言ってるんです、みんな。うちの家系は、額が広いからなぁ、ってみんな言ってますから。いかがでしょうか。今日、8月7日、十返舎一九が死んだ日なんですが、一九は言いました。わしが死ぬときは、
最後、ので死なしてくれと。要するに、まあ、ので死なしてくれと。部屋ですよね。あ、部屋です。公園みたいなところで死なしてくれ。で、この袋を、と、共に焼いてくれ。言ったんです。で、みんなはそうしました。野原で十返舎行くの葬儀を終え、そして、その時、火を放ちました。その時何が音かというと、ババババババンバババババババン花火が飛び散りました。十返舎一句。最後まで笑わせてくれました。実はその袋の中に入ってたのは大量の花火だったんです。大量の花火とともに彼は空に飛び散ったんです。それが十返舎一句。それが今日8月7日です。粋な男ですね。僕もそんな粋な死に方をしないもんです。また皆さん、明日。